世界のアートと旅する芸術祭愛知トリエンナーレ2016虹のキャラバンサライ創造する人間の旅というテーマのもと、世界から100組を超えるアーティストが集結。会場は名古屋、豊橋、岡崎。3年に一度やってくる愛知の熱いアートの夏、愛知トリエンナーレ2016、8月11日、キャラバンが出発します。